けれども小さく歌ってあげるとこの大小のメリハリがついて、とても伝わると先生に教わりました。そしてこのサビは3回出てきます。1番2番そして最後にもう1回3回あります。どこか自分の好きなところ好きなタイミングでちょっとそれをやってみるとバッチリおーうまいねって言ってくださるんじゃないかなと思います。まあ、そんなことを、意識していただきながらもし、ね、応援していただけたらなと思いますが今日は、その新曲こねを切なくて最後にもう一度心を込めて歌わせていただきたいと思います。皆さん今日本当にどうもありがとうございました。